ラアスリートをどうしてこう取り続けようと。かっこいい。もうそのただ一言ですね。車椅子ラグビーの橋本勝也です。中町俊也です。おお、すごい。パルカヌーのセリーモニカです。パラテコンドーの青谷です。よろしくお願いします。スランプに入ったりとかするときに、どういう言葉を自分に言ったり、どういう感じでモチベーションを上げるのか聞きたいです。何かうまくいかないことがあったらチームメイトが励ましてくれたりとか、自分のやってることを本当に心から楽しむってことを普段から意識してやってる。本当に自分を信じるっていうことを、ずっと言い聞かせて。スランプはずっと続かないっていう言葉を与えて、はい、勝利の表情。あ、いいですね。あ、いいですね。皆さんこんにちは。ありがとうございます。こんにちは。チームビヨンド、もっと近くへパラアスリート写真撮影ワークショップへようこそ。本日 MC を務めさせていただきます小島あやめです。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、チームビヨンドのことを知ってるよっていう方いらっしゃいますか？あ、すごい、たくさん知ってくださってますね。ありがとうございます。チームビヨンドはパラスポーツを応援する人を増やす東京都のプロジェクトです。アスリートはもちろん、観客やアスリートを支える人など、たくさんの人が一つのチームとなって、さまざまな視点からパラスポーツの魅力を発信し盛り上げていくというプロジェクトです。そして今回は、もっと近くへパラアスリート写真撮影ワークショップということで、写真撮影という視点からパラスポーツの魅力を知っていただくイベントとなっています。前回もこのイベントをやっていたんですが、本当に写真撮影はもちろんなんですけど、パラスポーツの魅力をとても知ることができるので、今日一日皆さん楽しんでいただけたらなと思います。それでは早速、素敵な講師の方にご登場いただきましょう。長年パラスポーツ競技を撮影しているフォトグラファーの越智貴雄さんです。どうぞ拍手をお願いします。お願いします。じゃあこちらお願いします。越智さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。よろしくお願いいたします。越智さんです。さあ、ではここで少し越智さんの紹介をさせていただきます。ではスクリーンをご覧ください。はい、いきなりこの写真が出たんですけど、越智さん、こちらは撮れたてほやほやの写真なんですよね。そうなんです。神戸でパラ陸上の世界選手権が行われたんですけど、はい、5月に、はい、その時に撮った写真ですね。こちらはドイツのレオン・シェファー選手で、男子走り幅跳び決勝最終跳躍の6本目に7メートル22センチを飛んで優勝されたということで、この写真はどういう狙いで撮影されたんですか？はい、今お話にあった、はい、まさに6本目の7メートル22の瞬間なんです、ね、うわすごいですね。あ、すごい、拍手が上がってますけど、いや拍手ですよね、素晴らしい。あの義足を使って走る走り幅跳びなんですけど、はいはいはい、膝より上を切断した選手と、うん、膝より下を切断した選手、はい、その2つのクラスに分かれてるんですね、大きく分けると。はいはい、この選手が膝より上を切断した選手なので、膝とかも膝継ぎで義足で跳躍しているんですけど、はいはいはい、この選手のもう僕、雨降ってたんですよ。これ結構雨が光に見えますかね、映ってると思うんですけど、この選手のもう跳躍時にもう全身に本当にもう彼の飛びたいっていう気持ちがすごい伝わってきて、5本目までに、6本目ももう何としてもそれを取るぞっていう気持ちの中で、本当にもう全身に筋肉とかも見てほしいんですけど、筋肉からもう本当手のつま先、足のつま先も義足にまで彼の魂が宿ってるような、その瞬間を撮りたいなと思ってこの写真を撮らせてもらいました。もうこの写真から本当になんかもう迫力というか、もう今にも飛び出してきそうなぐらいの、本当魂、どこら辺が一番なんかその魂がこもってるって感じる点なんですか？もう体全身ですね。もう全身ですね。もう本当に1ミリでももう距離を伸ばそうとする、うんうん、でも最後はもういろんなことでも僕写真撮る前考えるんです。こう撮ろう、はいはい、あー撮ろう、もう
もう本当に筋肉のアップを取ろうとか思うんですけど、はいはい、このシーンを撮るときは、うん、もちろんその撮影前まではいろいろ考えるんですけど、はい、撮影する瞬間は、うん、もうなんかもう頭の中を無にするっていうか、あ、はいはい、もう何も、もう本当にもう受け入れるしかできなかったっていう、はい、それでなんかこの写真が撮れたのでよかったなと思います。もう選手、自分から撮ろうという意識プラス選手からの受け取りも大事、はい、ということですね。もう最後はもうそうですね、もう無の境地って言いますか、もうそれが一番なんか選手をそのまま伝えることができるかなと思いました。ありがとうございます。では、越智さんの説明もさせていただきます。越智さんは2000年からさまざまなパラスポーツの取材に携わり、競技者としての生き様にフォーカスする視点で撮影、執筆を行われています。また2020年8月25日、延期となった東京パラリンピック開会式の日に無観客でのオンラインファッションショー切断ヴィーナスショーを開催し、世界でも話題になりました。いや、越智さん、パラスポーツとかパラアスリートをどうしてこう取り続けようという思われて取り続けていらっしゃるんですか？はい、もう本当にシンプルなんですけど、かっこいい、もうそのただ一言ですね。どの辺がやっぱかっこいいと思う感じるところですか？はい、ですね、パラアスリートって本当にもう、はい、まあ、先ほどの義足の選手の写真も記録も見て聞いていただければ分かるかなと思うんですけど、膝上の切断の選手が義足で7メートル22メ2センチ飛ぶってなんか考えられないじゃないですか。本当にそういったシーンがもう様々なパラアスリートにあるんですね。これですね。はい、もう本当にもう道なき道をもう本当に歩み続けていく開拓者っていうか、なんでこんなことできるんだろうっていうことをもう考えていく、そのアスリートたちの可視化された姿を見るのが、見て写真を撮るのがすごく僕の中では最高の幸せな瞬間です。おお、そうなんですね。さあ、では早速そのいつもの感じをこれから引き出していただきたいと思うんですが、本日はですね、2部構成で行っていきます。第1部はですね、高校生がパラアスリートを撮ると題して、部活動で写真に取り組んでいる高校生に登場していただきます。そしてパラアスリートをお迎えし、競技のデモンストレーションを行いながら、高校生が越智さんのレクチャーのもと写真撮影に挑戦します。皆さんもぜひ高校生と一緒にプロの撮影方法を学んでパラスポーツの楽しみを知っていただければと思います。続く第2部では、みんなでパラアスリートを撮ると題し、今度は会場にお越しの皆様にパラアスリートを間近で感じながら写真撮影をしていただきますので、ぜひともそちらもお楽しみになさってください。それでは早速第1部に参りましょう。こちら、高校生がパラアスリートを撮るということで、まずはモデルを務めていただきますパラアスリートの皆さんに登場していただきます。それでは紹介させていただきます。本日のモデルを務めていただく車椅子ラグビーの橋本勝也選手と中町俊也選手です。どうぞ拍手でお願いします。では本日はよろしくお願いします。まずはですね、橋本選手、中町選手にはここで競技用の車椅子に乗り換えていただこうと思っています。ではお二人、準備の方をお願いします。ではでは早速撮影する高校生のお二人にご登場いただこうと思います。皆さん拍手でお迎えください。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速自己紹介の方をお願いします。はい、東京都立小石川中等教育学校高校3年の大里美玲と言います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあお願いします。はい、東京都立久留米西高等学校3年の本間麻子と言います。よろしくお願いします。お願いします。そう、お二人は
普段どんな写真を撮影しているんですか。まずはじゃあ小石川の大里さん。はい、私は人ですね。こちらがそうなんですね。はい、弟のいい表情を撮ったりとか、学校の体育祭で優勝した時の写真を撮ったりとか、はい、主にストーリーがある人の写真を撮ることが多いです。いやすごいですよね。すごい、いきなり どうですか、おちさん。この左の写真、むちゃくちゃすごくないですか。こんな弟さんですか。弟さん、そうですね。いや、これはすごい写真ですね。本当に大里さんにしか撮れない写真だなと。 ありがとうございます。ご兄弟は仲が良かったりするんですか。仲は比較的いいと思いますね。そうなんです、喧嘩とかは、まあ、たまにあるんですけど、まあ、仲いいと言っておきます。でもなんか、でもそれがまた一つのなんか物語をなんか出してますよね、この写真から、ね。あと右の写真もこのガッツポーズの瞬間だと思うんですけど、瞬間をパチッ、バシッと捉えられた写真だなと思いますね。はい、これは何の時の写真ですか。これは、毎年9月に学校の体育祭があるんですけど、はいはいはい、そこでまあ4段、赤、青、緑、白に分かれて戦うので、はいはいはい、それで緑団が勝った時の優勝のポーズですね。いや素晴らしい写真、ありがとうございます。では続いては久留米西の本間さん、普段はどんな写真を撮影してるんですか。はい、普段は学校とか校舎とかを撮るのが、身近なものとかですかね、はい、それを撮るのが好きなんですけど、まあ、こういったこれ去年の夏頃北海道行った時のハム工房の職人さんの写真なんですけど、はい、人に密着してドキュメンタリーみたいな感じで撮るのが好きです。はあ、これもまたすごくいい写真ですね。おじさんいかがですか。光の捉え方がもう抜群ですね。この光の捉え方のセンスというのが、でもう 目とか見てるだけ、もうこの職人さんの目を見ているだけで、この方がどういう生き方をしてきたのかっていうのがすごく伝わる写真だなと感じます、うんうんうん、いや本当素敵な写真ですね。ありがとうございます。お二人はパラスポーツは見たことはありますか。いやテレビでしか見たことないです。そうですよね。私もテレビでしか、テレビでしか見たことない。じゃあ もちろんパラスポーツを撮るなんてことは今回初めて、ね、そうですね、初めてです。スポーツは撮ったりはするんですか。スポーツはさっきの写真みたいに体育祭の写真とか部活動の写真は撮ることはあります。あ、なるほど。私も体育祭とかで撮ったりするのと、はい、あと友達 の部活動の様子を撮りに行ったりすることがあります、はいはいはい、あ、なるほど。じゃあ今日は本当楽しみな時間ですね。ではでは早速ですが、準備ができたということで、モデルのお二人にご登場いただきましょう。では橋本選手、中松選手、お願いします。真ん中の方にお願いします。さあ、おじさん、こちらは車椅子ラグビーでは競技用の車椅子ということで、はい、ラグ車と言うんですよね。あ、そうですね、うん、このラグ車なんですけど、はい、全部ホイールから全て合わせると130万円から200万円ぐらいするもんなんです、はいはいはい、でもう耐用年数っていうのがなかなか1年半とかから2年ぐらいでまた交換しなければいけないんですけど、はい、ちょうど馴染む時っていうのがあって、それがだいたい半年ぐらいだと言われているんですね。なのでもう8月にパリでパラリンピック行われますけど、その半年前に作られている、うん、世界中の選手が作られて、ちょうどその馴染むように作られている選手たちもいるっていうのを聞いたことがありますね。いや、すごいいい情報ありがとうございます。では早速お二人に自己紹介をお願いしたいと思います。車椅子ラグビーの橋本勝也です。よろしくお願いします。お願いします。はい、車椅子ラグビーの中町俊也です。よろしくお願いします。お願いします。つい先日行われたカナダカップでの優勝は本当におめでとうございます。あ、皆さんありがとうございます。 いかがでしたか。はい、あはい、そうですね、パリ大会前最後の国際大会ということで、うん、チームの結果としてはすごく勢いづく、結果となったので、まあ、そこで油断をせずにより一層、はい、精度を高めていきたいなと思っています。中町選手はいかがでした。はい、まあ、今全部言われちゃったんですけど、まあ、本番に向けてチームとしていい準備をしていきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。ではここで車椅子ラグビーについて実はよく知らないよという方もいらっしゃるかと思いますので、競技について紹介するミニコーナー、もっと知りたい車椅子ラグビー。車椅子ラグビーはパラリンピック競技で唯一車椅子同士のぶつかり合いが認められています。選手は足だけではなく手にも障害がある人がプレーしています。選手の障害は程度によって7段階の持ち点があります。数字が小さいほど重い障害になります。コートの上には1チーム4人が出場します。持ち点の合計が8点以内でないといけません。男女が一緒にプレーするのも特徴の一つとなっていて、女子選手がいる場合1人につき 0.5 点の追加ポイントが認められています。ちなみにお二人はどのような障害があって、どんなことがきっかけでこの競技を始められたんですか？はい、僕の障害としては、両手が指2本ずつで、足は太ももぐらいですかね、から両足切断しています。で、僕は車椅子ラグビーが本格的に始めたスポーツの中で、車椅子ラグビーが初めて、本格的に始めたスポーツとなっていて、中学2年生の時に、国内クラブチームの、僕東北ストーマーズというチームに所属しているんですけども、はい、そのチームの、三坂さんと庄司さんという方に、はい、車椅子ラグビーというものがあるよって紹介をしていただいて、で何度か体験をしていくうちに、かっこいいスポーツだなと思うようになって、このスポーツだったら日本代表目指したいなとか、っていう思いが芽生えてきて、そこから中学3年生の時に本格的に、連盟に名前が登録されて競技を始めました。はい、そうなんですね。中松選手はどうですか？はい、僕は19歳の時に、首の骨を折る、怪我をしてしまって車椅子生活となりました。で、入院している時に、その施設内で車椅子ラグビーの、練習をしている時があったので、それを、まあ、見学させに行ってもらって、まあ、その時すごいプレーしている選手たちがかっこいいなというふうに思ったので、退院と同時に、車椅子ラグビーを始めたというような流れになっています。そうなんです、ありがとうございます。ちなみに高校生のお二人は車椅子ラグビーがどんな競技だったかって知ってましたか？あまり知らないです。知らなかったです。知らないですよね。お二人のクラスはどのクラスになるんでしょうか？はい、僕は車椅子ラグビーで一番障害が軽いと言われている 3.5 クラスになります。ですね、はい、中松選手は？僕は 2.0 っていう点数で、まあ、車椅子ラグビーの選手の中だとちょうど中間に当たるポイントになります。うんうんうん、そうなんですね。そう、車椅子ラグビーはラグビーとは全然違う競技なんですよ。でボールは丸いし、前にパスを出してもいいんですよね。ではここで実際に競技の様子をちょっと見てみましょう。これから流れるのは今年1月に行われた日本選手権の決勝、橋本選手、中松選手所属の福島東北をホームタウンとする東北ストーマーズ対東京をホームタウンとするブリッツの試合です。どうぞ。この白いユニフォームの3番が橋本選手ですね。第25回車椅子ラグビー7番が中松選手です。東北ストーマーズの一戦決勝戦です。見ていただいて分かるようにボールが丸いんですよね。さあ、改めましてこの車椅子ラグビーという競技ですが、車椅子を使うパラスポーツでは唯一ぶつかり合いが許されている競技ともなっています。まあ、しかしね、この激しいぶつかり合いがありまして、まあね、場合によってはこう火花が散ったり、そんなプレーもあるんですよね。はい、ということなんですが、橋本選手、車椅子ラグビーの魅力はどんなところですか？はい、車椅子競技の中で、はい、意図的なコンタクトが認められているので、そこが一番の魅力かなとは思っています。おー、ではその続いては車椅子ラグビーのその醍醐味の一つである激しいタックルのシーンをまとめたので、ぜひご覧ください。うわ、すごい。
すごい迫力ですけど、オチさんから見て橋本選手の魅力っていうのはどんなところでしょう。はい、はいはい、僕から見る橋本選手の魅力はもう縦横無尽にコートを駆け巡る、ドリブルで駆け巡る姿と、はいはい、あとですねタックルですね。今のシーンにもちょうど出てたんですけど、はいはい、相手チームがボールを持っている時に、あのかぶさるようにバンと、うんうんうん、あの相手のパスを阻止するっていうこのシーンはすごいですよ。いや本当ですね。また音がまたゴーンっていう音もすごいですね。あこのシーンですね、まさにこのシーン、これがすごい。うわすごい迫力ありますね。中町選手は車いすラグビーの魅力はどんなところですか。障害の軽い選手から重たい選手までいて、それぞれ選手によってできることできないことっていうのがあるんですけど、それをコートにいる4人でしっかりみんなで補い合いながら、うん、まあ、一つのゴールを目指していくっていうのが、まあ、この競技のいい部分じゃないかなというふうに思います。なるほど、ありがとうございます。障害が重い選手軽い選手関係なく活躍できるのが車いすラグビーのいいところということですね。じゃあ続いてはチームプレーのシーンをご覧ください。前に送る背番号7の中町、背番号2正直に送ってトライが決まっています。背番号7中町がボールキープ、背番号3橋本に渡しました。前に送る、ここには庄司がいました。背番号2、背番号7中町、ワンツーで託しましたが、これはトライになりました。トライとなりました。オチさんから見てその中町選手の魅力はどんなところですか。はい、もう何と言っても精巧なパスですね。もうチームスポーツにはもう絶対欠かせないじゃないですか、正確なパスって。もうそれはすごいですよ。それで中町選手の場合、もともと野球をやられていて、それでまあ怪我で障害を負ったわけなんですけど、握力がですね、右の握力が0で左の握力が3なんですよね。その力で投げて、でもそれも野球やられていた時にサウスポーだったんですよね、左で、はい、そういったことも、関係して成功なパスが届けられるっていうところにつながってるんじゃないかなと思います。先ほどからこのね、あこれですね、この先ほどからパスがきれいにポンと飛んでるのを、さあ中町選手ここは自分の力で抜けてきました。前に送る、そう、アイマンのとかですね、その握力のなんかこれ15キロから20キロのこの車椅子をラグ車を押してでパスをやるっていう、はあすごいですね。じゃあ今日はお二人の魅力でもあるタックルとパスのデモンストレーションを行っていただきまして、それを高校生に撮影していただこうと思うんですが、橋本選手中町選手どうでしょう、よろしいでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみにお二人は競技中に撮影されたご自身の写真をご覧になっていかがですか。例えば何か気づいたこととかあったりするんですか。まずじゃあ中町選手から。そうですね、僕は結構あんまり普段からその感情が顔に出るタイプではないので、はい、でもその試合をしてる時って結構この必死な顔とかそういうのが見れるんで、はいはい、あ自分ってこう試合中だとこういう顔してるんだなっていうのは気づかされる部分あります。あそうなんですね。橋本選手いかがですか。そうですね、僕も中町選手と同じで、いろんな、僕も結構試合中感情を爆発させることがあるので、はいはい、そういったシーンがいろいろ撮られているなという思いもありながら、はい、ちょっと見ると何だろう、気を抜いているような顔を撮られている時もあるというふうにでは、はいはい、なんか見てて面白いなと。ありがとうございます。じゃあそんなところも今日もねちょっと見れたらなと思います。さあ競技のこと選手のこと少しでも分かっていただけたでしょうか。さあ大地さん、あ大地さんなんか準備なさってる、はいはい、ごめんなさいね、その時に話しかけちゃって、はいはい、そう今回お二人高校生にお二人にパラアスリートの写真撮影を行っていただきますが、はい、まずその前に大地さんにお伺いしたいことがあります。はいはいはい、それは写真を撮るときに大事にしてほしい心構え、ぜひ大地さん教えてください。はいはい、大事にしたい心構え、僕自身が大事にしていることなんですけど、はい、こうしたら結構写真撮るのって楽しくなるなっていうことがあるんですね。それが事前に何を撮りたいのかっていうのを見つけておいて、それを写真に撮るっていうことが結構瞬間的にパッ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 といいね、かわいいね、すごいねで撮っていくのではなくて、じっくり見て何を撮りたいのかっていうのを事前に
見つけておく、はい、でそれを、形にしていく写真に、はい、なので自身の感情をなんかね粉にして写真にまぶしていくような行為って言ったらいいんですかね。難しい。ちょっと一回試しにやってみましょうか。先ほど僕あのラグ社が、はい、その半年間ぐらいでちょうど良くなるっていうお話させてもらったんですけど、例えばこの瞬間にしか撮れないものっていうんですかね、うんうん、このラグ社のこのフォルム形っていうのこういう感じで、これですよ皆さんもね参考になさってください、はい、これですからね。ちょっとねもう顔はごめんなさい全然映ってないんですけど、ね、あちょっと顔もちょっとせっかくだから映してみましょうかね。はい、こういう感じで、これ今しか撮れない写真ですね。これはもういいですね。今しか撮れない。ありがとうございます。中松さんもいいですか。でね、ここの部分見ていただきたいんですけど、はいはい、ちょっと写真で撮りますね。おじさんすごいあの乗ってくださってるのは嬉しいんですけど、はい、高校生の時間がありますので、あ、そうでしたね、そうですね、はい、一つだけ、あ、じゃあ一つ、これアルミニウムでできているんですけど、はい、ここの部分がチタンなんです。なのでぶつかり合った時火花が出ると言われてます、すごい。そんなシーンもちょっと撮ってみてください。ちょっと試しに撮ってみましょう。どうぞ。じゃあ早速高校生のお二人には撮っていただきたいと思います。はい、はいはいはい、大丈夫ですよ。あ、もう、もう今ちょっと撮ってみましょうか。ちょっと近づいてもらって、あ、何でもいいですよ。表情、顔の表情とかでも、はい、お、いいですね。そういうの撮っちゃってもいいですし、もうイケメンの中町さんのイケメンの表情を撮っちゃってもいいですし、ちょっとなんかカメラに向かってちょっとなんかポーズとか撮ってもらったりしてもいいですか。橋本選手も中町選手も予期せぬ事態ですねこれはね。どうしちゃっていいのか分からないみたいな。急に、あ、表情いい、表情今いい表情、いい表情、素敵な写真ちょっと撮っちゃってください。いただきます。あ、今の映りますかね。あ、ほらほら、すごくいい感じで撮れてます。素敵ですね、ありがとうございます。はい、ではじゃあちょっとカメラをちょっと変えて、まあ、じゃあまずとりあえずあのまだこれから熱いデモンストレーションがありますので、そちらでより、はい、じゃあ次ちょっとデモンストレーションの方撮りましょうかね。よりいい写真を撮っていただければと思います、はい、ではあの橋本選手、中町選手は準備の方お願いいたします。では高校生のお二人も下にお願いします。はい、15、35、はい、じゃあこのまま持っててください。さあ準備はできましたでしょうか。高校生のお二人に今指示あのいろいろおっしゃりな、おじさんがおっしゃってくださって撮影するんですが、皆さんも多分あのいいなんか情報を得れると思うので、ぜひ皆さんも楽しんでいただければと思います。さあ皆さん準備は OK でしょうか。はい、では準備が整ったようですので、まずはタックルのデモンストレーションです。それではお願いします。うわすごい、はい、しっかり撮れてましたか。どうですか。あ、いいの撮れてますね。むちゃむちゃかっこいい。いいですね、皆さん盛り上がってくださってありがとうございます。じゃあいいですね。3、2、1でお願いします。はい、3、2、1スタート。おお、正面もまたいっす、わすごい、すごい、ありがとうございます、はい、最後もう一回やってもらってもいいですか。はい、ではお願いします。はい、じゃあ続いてですね、パスのシーンを撮りたいので、本間さんあのカメラを交換してもらって、カメラ入れ替わっていただいて、はい、お二人パスでお願いいたします。はい、あのお席に座りながらでしたら撮っていただいても大丈夫ですので、皆さんもぜひねカメラ構えてください。お二人準備、あ、早速もうどうぞ。はい、では5幅ぐらいお願いします。わーすごい、わあ、いい写真が撮れてますね。いいですね、いいですね。中町選手の正確なパスとかちょっと撮ってみてもらってもいいですか。おー、このステージのいいところはいろんな角度で見れるのがまたいいですよね。場所とかも全然動いてもらって大丈夫ですよ。
連続シャッター切れるようになっています。あ、皆さんにもお願いなんですけど、撮影するとき、スポーツの選手なので連続撮影できるように設定していただいたら方がいいかなと思います。いい情報です。あと、iPhone とかの場合はバースト撮影というんですかね、連続シャッターが切れるもので。はい、皆さんありがとうございました。いや、でももうすごい迫力の、なんかもういいの撮れてる感じでしたよね。ですし、皆さんもカメラシャッターやってくださって、ベストショットそれぞれお二人、はい、大里さんと本間さんのちょっと選ばせてもらいます ね。まずタックルのシーンから、タックルからですね。もうこれ素手にむちゃくちゃかっこいいんですけど、はい、こちらはまず大里さんの写真ですね、うん、ベストショットがあったらこれって言ってください。これかな、これすごくいいかなと。ちょっと待ってくださいね、他にも見ます。いや、でも全部いいですね。あ、これ競技のシーンを先ほどの映像でも見た。わあ、すごい表してるかなと。わあ、どれもでもこれかな、このシーンがいいかなと思います。どんなところがいいですかね。いや、 やっぱり浮き上がってるこの瞬間、浮き上がってる瞬間と、タックルしているあの橋本選手のこの表情っていうところが、これがしっかりと捉えられているなと思います。大里さんはどうですか。いや、ちょっと悔しいですね。あ、悔しい。どんなところがですか。もうちょっと迫力のある、はい、もう少し寄って広角で撮れたらよかったなというふうに思います。いや、でも十分素敵な写真ですよね。では続いて、あの本間さんのベストショットは、はい、ここからですかね。ここら辺から、本間さんの写真ですね。お、あ、これとかいいんじゃないでしょうか。投げる瞬間が、投げる瞬間の綺麗に撮れているなと。あ、これとかもいいですね。わあ、いいですね、うん、また後ろの影が、ね、ボールの影がいいですね。ちょうどボールの影ができているので。本間さんはどうですか。ちょっと私も悔しいです。お二人とも悔しさが残る。どんなところが。なんかもうちょっと近づいて撮ったりすればよかったかなって思います。はい、いや、でも素晴らしいですすごくいい写真です。いい写真が撮れていると思います。本間さんのはどんなところがいいなと思いますかね。ここしっかりとその投げるシーンが捉えられているなと、うんうん、あと表情もすごくいいかなと思いますね。真剣な表情が、うん、はい、ありがとうございます。はい、では高校生がパラアスリートを取るって、そろそろ終わりの時間が近づいてきてしまいましたが、大里さんの本間さんいかがでしたか。緊張しました緊張しましたかそんな風には思えないカメラの使い方でしたけど。ありがとうございます。本間さんはいかがでしたか。難しかったです。難しかったですか。いや、でも素晴らしい、とても素敵な写真でした。橋本選手と中松選手は2人が撮影した写真はいかがでしたか。ごめんなさい、私だった、失礼いたしました。では橋本選手いかがでしたか。はい、素敵な写真を撮っていただいて、すごく嬉しいですし、なかなか、なんだろう、自分の写真をこうやって見ることがなかったので、うんうん、はい、嬉しかったですね。ありがとうございます。中松選手いかがですか。そうですね、慣れないこの初めてのこの車椅子ラグビーという競技の撮影で難しかった部分あったと思うんですけど、はい、本当に素敵な写真撮ってもらえて嬉しかったです。で、まあ、今悔しかったって言ってたので、はいはい、まあ、今度国内で大会がある時とかはもう一回会場に来てもらって、もっといい写真撮ってもらえたら嬉しいなというふうに思います。おー、ありがとうございます。さあ、大地さんはいかがでしたでしょうか。はい、僕もですね、お二人が悔しいって言ってたじゃないですか、はい、まだチャンスありますよ。後半まだアスリートたちが、パラアスリートたちが出てくるので、そこでしっかり近づいて写真撮られてください。はい、はいはい、では橋本選手、中松選手もありがとうございました。パリに向けて頑張ってくださいと、ちょっとお見送る感じで言ってしまいましたが、お二人にはこの後の第2部にもご参加いただきます。そちらも楽しみにしてください。それでは第1部はこちらで以上となります。撮影に挑んでくれた大里さん、本間さん、そして皆さん、温かい拍手でお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。
チームビヨンドもっと近くへパラアスリート写真撮影ワークショップ第2部を開始いたします。さあ第1部に引き続き講師はフォトグラファーの越智貴雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあでは第2部の最初はこちら、みんなでパラアスリートを撮る。さあいよいよこの後皆さんに写真撮影ワークショップに参加していただきます。そしてそしてここで目玉企画があります。プロのフォトグラファーのカメラを使って写真を撮ろうということで、2名の方限定で越智さんのカメラを使って直接レクチャーを受けながら撮影できるスペシャル企画です。ではですよ、先ほど決まりました当選者を発表したいと思います。一人目、やよみさんです。おめでとうございます。さあ続いてお二人目ですね、ひろしさん、おめでとうございます。ではでは早速みんなでパラアスリートを撮る、まずはパラカヌー編ということで、モデルを務めていただくパラアスリートに登場していただきましょう。パラカヌーの瀬立モニカ選手です。拍手お願いします。では改めて瀬立選手から自己紹介をお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。パラカヌーの瀬立モニカです。今日はよろしくお願いします。お願いします。瀬立選手はパラカヌー日本代表として3大会連続出場となるパリパラリンピックが迫ってきています。パリに向けていかがですか？はい、先月パリの内定が発表されて、はい、今はパリに向けて順調に練習を積んでいるところです。いいです、ありがとうございます。ではここで競技の見どころや基本情報、選手のことについて知ってもらうこちらのミニコーナー、もっと知りたいパラカヌー。さあ、ありがとうございます。さあではこちらに写真がアップされますが、パワフルなパドリングで駆け抜ける水上の F1 とも呼ばれるパラカヌー、鍛え抜かれた上半身から繰り出される豪快なパドルさばきが見どころです。パラカヌーは水上に設定された 200m のまっすぐなレーンでタイムを競います。試合は足や体幹などに障害がある選手が男女別で戦います。パラカヌーは障害の程度によって3つのクラスに分けられます。数字が小さいほど障害が重い選手になります。数字が小さいクラスは体幹が使えず肩と腕の機能だけで漕ぐことができる選手で、瀬立選手はこのクラスに当たるんですよね。はい、L1 っていうクラスになります。瀬立選手は具体的にはどんな障害があって、どんなことがきっかけで競技を始められたんですか？はい、私はこの胸から下に麻痺があって、はい、まあ、日常生活においてはこの背もたれがあるような車椅子を使って、うんうん、はいはい、簡単に言うとこう、なんだろう、腹筋背筋が使えないので、うん、後ろに支えがないと倒れてしまうんですね。なので、はい、こういったバックサポートがある中で生活をしていて、はいはい、でカヌーはもともと中学生の時にカヌー部に所属していて、はい、で経験があったっていうのと、まあ、若いっていうのと、はい、東京大会があるっていうので、はい、あの江東区でまたパラカヌーをやらないかって誘われたのがきっかけでパラカヌーに出会いました。うんうん、そうだったんですね。ここで瀬立選手から試合を想定したその練習動画をお借りしているのでちょっと見てみましょう。こちらです。レディーセットカッ。うわーすごい早いですね。すごい。瀬立選手、パラカヌーの魅力はどんなところですか？はい、やっぱり見ていただいて分かる通り、うん、パワー系の結構種目なんですね。はい、で1パドル引くのが重さでいうと大体30キロ、で、はい、200m で100回パドリングするので、はいはい、3トンをその試合で出し切るっていう、
っていうところがやっぱ水上の F1 って呼ばれてるように魅力なのかなと思います。はいはいはい、すごいですね。試合だと大体何人ぐらいでやるんですか？試合では横に9人並んで、はい、競泳だったりとか陸上の短距離をイメージしていただきたいんですけど、はいはいはい、まあ、みんなで船の先端を揃えて、はい、用意ドンして、はい、誰が一番早く漕げるかっていう、とてもシンプルだけど、はい、奥が深いですね。はあ、そうなんですね。はい、なんかちなみになんですけど、このイベントのスタッフがパラカヌー体験会に参加した話を聞いたんですが、カヌーに乗った瞬間にすぐグラグラしてチンしそうになったって言われたんですが、チンって何ですか？はい、チンはあの沈没のチンで、はあ、沈むって書くんですけど、はいはいはい、最初に言われた時はちょっと笑いが止まらなかったちょっと、ね、ちょっと、ね、可愛らしい、はい、なんですけど、はい、転覆することをチンと言って、はあ、私たちアスリートでも3年に1回、オリンピックよりもちょっと高い頻度で転覆します。はい、あ、そうなんですね。すごいな。あとまた同じスタッフからのお話で、パドルをこう漕いでも漕いでもまっすぐに進まずにぐるぐる回りながら進んだだけでしたとのことなんですけど、ここであの瀬立選手に質問なんですが、カヌーでは体幹が必要と言われていると思うんですけど、瀬立選手はその腹筋背筋が使えないということですが、どうしてこうバランスよくまっすぐ進むことができるんですか？はい、あのオリンピックの方のカヌー、ま、パラもそうなんですけど、はい、実は船の一番後ろの方にフィンと呼ばれる、はい、こう操作できるこう尾がついてるんですね。はい、でそれを足が使える選手は足元でこう棒が出てて、それを右にやったり左にやったりしながらこう調整していくんですけど、私たちはそれが使えないので、もうフィンを固定してしまっていて、で自分の左右のパドリングの長さだったりとか、その角度、ちょっと左に進みたいときは右を外側に向けて漕いだりとか、そういうちょっとちっちゃいテクニックを使いながらまっすぐ進ませてます。わ、力強さと、じゃあちょっと繊細さも必要という。そうですね、パワーだけじゃないですね。すごい奥深いですね。あとそのオチさんから見て、その瀬立選手の魅力っていうのはどんなところですかね？はい、もういつもいつもすごいなと思うのは、会うたんびに変わってるんですけど、はい、この上腕部の筋肉ですね。もう、あ、皆さんもこの後あの近くで見ていただけると思うんですけど、はい、今の時期最高ですよね。パラリンピックの前なので、ちょうど本当にもうぐわっと膨れ上がってる。脱いだらすごいです確かに先ほどその前にお会いした時はお洋服着てらして、はい、そんな風に全然見えてなかったんですけど、またなんかちょっと違った一面を見た感じですごいなんか嬉しいですねありがとうございます。じゃあ瀬立選手はその腕を鍛えるためにちょっと変わった筋トレをやられているという話をちょっと耳にしたんですが、はい、我々こんな映像を見つけました。皆さんもスクリーンご注目ください。どうぞ。スイカを使ったトレーニングをしたいと思います。はあ、1、2、3。こちら瀬立選手のインスタグラムに上がっている動画なんですが、こういう練習はよくなさってるんですか？これはちょっと特殊でして、あ、はい、あのコロナ禍で、うん、あのジムが使えなくなった時に、ダンベルがなかなか手に入らなかったんですね。はいはい、家でトレーニングしようと思って、でちょうどその時に食べてますね、見つけたのがスイカだったんですね。はい、これ沖縄で合宿中だったんですけど、はい、道の駅で売ってたスイカが目に止まってしまって、はいはい、それでこれをやられたって、はい、大内さん、例えばこういった練習を撮影してみるっていうのはいかがですか？はい、いや、なんかまさに僕もこれを見た時に撮りたいなと思って沖縄に行って撮影させていただいたぐらいです。実際に、そうなんですね。沖縄の合宿地に行くと、はい、本当に、まあ、ちょっとコロナの大変な時期もあればちょっと落ち着いた時期もあったじゃないですか。はいはいはい、そうなると地元の人たちがなんか差し入れでいろんなものありましたよね。なんか大きなキュウリとか大きなパイナップルとか、はい、なんかそれを使ってもなんか写真撮らせてもらいましたね。そうなんです。とてもそれはそれでまたフォトジェニックだなと。確かにそうですね。ぜひこれはスイカトレーニングをちょっと撮影させていただこうかと思うんですがいかがでしょうか？はい、ぜひお願いしますありがとうございます。じゃあちなみに瀬立選手はその競技中に撮影された写真を見て気づいたこととかはありますか？はい、そうですね、やっぱりあの
カヌーって同じ動作の繰り返しなので、うん、その一つの動作に対してとってもこだわりを持っているんですね、はいはい、なので、まあ、その写真の瞬間をこう後から見ることで、はいはい、こうパドルの向きだったりとか、はい、あちょっと水持ち上げちゃってんなっていう練習の反省なるほどにもなる、はい、そうやって気づきにもなっていく、そうですね、これとかはちょっと水を割っちゃってるんで、はいはい、これはそうなんですね、はい、ちょっと反省するところなんですけど、まあ、でもスタートのポジ、局面なので、はい、いかにこう水を押し出してエンジンかけられるかっていうところだと思います。そうなんですね。なんか瀬立選手と越智さんとのなんか出会いで変わったきっかけみたいなのってありますか？きっかけですか？あとやっぱ越智さんの写真を見てってことですよね、はいはい、やっぱ越智さん、私自身がこう障害を負ってから、うん、こう自分自身を写真で見るっていうのがすごく嫌だったんですね、はいはい、あ私また車椅子に乗ってる他の人と違うっていうのを痛感させられる写真だったのが、うんはい、越智さんの写真は瀬立モニカにウィズ車椅子みたいな形で、はあ、こう強さだったり美しさっていうものを一番こう主として表現をしてくださるので、うんはいはい、こうどんどん自分の写真を見るのが好きになったというか、はあ、おじさんどんどん撮ってくださいみたいな、あのそういったことを、うん、あの感じる場面がおじさんと出会ってからは変わりました。はあ、大津さんどうですか？なんかすごく嬉しいんですけど、僕としてはもうただかっこいいのでもう撮り続けたい、まあ、追っかけみたいなもんですいやでもそのなんかいいですね、コミュニケーションというかが。その大津さんが撮影した瀬立選手の写真の中でお気に入りの一枚があるということで紹介します、はい、こちらです。あーいい写真ですね。これはどんな写真なんですか？はい、これは、私のコーチである西コーチと一緒に撮った騎馬型合宿地での写真なんですけど、はいはい、後ろがカヌーのコースになっていて、はい、で懸垂バーがあるんですね、はいはいはい、でそこで、同じ洋服を着て、うんうん、で実際にこう車椅子なしでぶら下がっていることで、はい、まあ、等身大というか、まあ、何もみんなと変わらないんだよっていうのを、まあ、腕の強さを表現しながら、はいはい、越智さんに撮ってもらった写真です。越智さんはこれはどういった感じで撮られたんですか？あこれあれですよね、モニカさんがこういう風な感じで撮ってほしいみたいな、はい、コーチと、ま、全く衣装も同じ衣装を用意してくれて、はいはい、それで撮らせてもらったんですけど、なんかすごくいい写真がいい感じに撮れましたね。これはすごい素敵な写真ですね。でこれ今あのぶら下がってるじゃないですか、はいはい、あの練習で僕見たことあるんですけど、車椅子をそのまま縛って懸垂とかすることができる、できたりもしますね。もう一芸ですよねそうすごいですね、はい、はあ、そうなんですね。すごい腕力です。おお、じゃあそんなところも皆さん注目しながら撮っていただければと思うんですけど、では越智さん、まずはスイカトレーニングを題材に撮影ワークショップをお願いしたいと思います、はい、でここからは参加者の皆様も一緒に参加していただきたいと思います。ではまずですね、皆様から見て左側の方々、 A チームの皆さんはカメラやスマホを持って前の方に出てきてください。 B チームの方も後ほど撮影ありますので、ぜひその場で撮影なさってください。この時ですね、あの皆さんお手荷物だけお気をつけください。さあでももう越智さん早速お願いします。これどうぞ。ここで AF が効いて、皆さん準備がよろしければぜひもうシャッターを切れるっていう感じだ。バシャ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 、ここで半押しで AF が効く。でステージの横にある隙間だけ皆様お気をつけください。今日はこういう風に添えていただけるといいかなと思います。でズームがここで効きますので、ズームとかしてもらえいいですね。皆さんそれぞれの形で撮影なさって、ここを回してもらったらいろいろね、ズームとかできますので、周りの方お気をつけながら移動していただいて構いませんので、いろんな撮り方なさってください、はい、モニカさん、モニカさん、ちょっとこのスイカを持った状態で筋トレのワンポイントレッスンとか、ね、なんかしてもらってもいいですか？これはバーベルと違って何がいいのかっていうと、この指の腸腰筋
も鍛えられることなんですね。こう球体でスイカってバランスがちょっと悪いので、この指の握力を使いながらも一緒に肩も鍛えられるっていうのがポイントですね。はい、皆さんもそういった今モニカさんが話したことを意識しながら撮影されてください。どん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 近くで撮られてもいいですよ。このもう本当に近くに、もう本当に、ま、縁の方まで行かれても大丈夫ですので、ただ撮影するだけでなくね、その瀬龍選手のなんか良さを引き出す写真を皆さん、はい、ぜひ撮ってください。じゃあちょっと何回かやってもらってもいいですか。はい、ゆっくりゆっくりゆっくり、じゃしんどいか隙間の穴だけ皆さんお気をつけください。はい、次両手を使って何かできますか。ダンベルです、ちょっと軽い。さあ皆さん黙々と撮影してください。他にも何かポーズ、ちょっとポーズ取ってもらったりしてもいいですか。最後ポーズを、あ、今の もう一度今シャッターチャンスかもしれない。素敵素敵だ、皆さん収めてください。はい、大丈夫ですかね、皆さん。皆さん大丈夫でしょうか。ありがとうございます。それでは、一度参加者の皆様は席にお戻りください。ごゆっくりお戻りください。こちらのスイカはですね、後で瀬龍選手とスタッフ全員で美味しくいただきます。さあでは次はですね、パドリングを題材に撮影ワークショップを行っていこうと思います。では続いてはですね、皆さんから見て右側の方々、 B チームの方々は前に出てきてください。 A チームの皆さんもその場で撮影なさってください。貴重品などだけしっかりとお持ちください。あとここ隙間あるのでそれだけ気をつけてください。ぜひね、こちらの方もね、使っていただいて、結構狙い目かもしれませんよ、ここら辺も。隙間だけお気をつけください。ではここでですね、 MC あやめのプチ選手情報を行かせていただきます。カメラマンに注目してほしいポイントということでですね、瀬龍選手はチャームポイントが三角筋なので、その筋肉が綺麗に写っていると嬉しいですとのことです。斜め上からよりも真横からの方がフォームを綺麗に取れる気がしますとのことで、あ、早速移動なさっている方もいらっしゃいますが、こちら辺もね、空いているので、ぜひ皆さんフットワーク軽く移動して撮影なさってください。隙間だけ皆さん気をつけてくださいね。いろいろなポーズをしていただいてなんかもしこんなポーズとかあれば、もう全然皆さんも声出しちゃってくださいね。モニカさん、モニカさん、もう、ま、真正面を、真正面向いて、真正面向いて真剣なポーズでぐーっと、はい、そこで止まってもらってもいいですか。横から撮ってもかっこいいですよ、皆さん。あ、いいと思います、いいと思います。そしてちょっと何回か漕いでもらって、優勝した時のガッツポーズはどんな感じになるかやってもらってもいいですか。あ、いいですね、いいですね。あ、両手ゴーッともやってもらって、皆さんシャッターチャンスです。もういろいろ動いていただいて撮っても大丈夫ですので、はい、皆さんありがとうございました。では皆さん席にお戻りください。瀬龍選手、いかがでしたか、この撮影は。なんかこんなにフィルムに囲まれる機会ってなかなかないですかね。はい、人生で初めてだったんで。本当ですか。ちょっと緊張しましたいやでもそんなことを全然見えないほどいいポーズをしてらして、皆さん初めての場に体験できましたよ。そうだったんですね。
なんか写真撮影されるときに気になることとかってあるんですか？例えばそれをなんか選手同士で話したりとかするんですか？はい、よくアスリートが集うJISっていう国立スポーツセンターっていうところがあるんですけど、はいはいはい、そこにメダリストだったりとかいろんな選手たちのこう写真が飾られてて、はい、でこう表彰式の試合とかだと、はい、表彰式の瞬間とかだといいんですけど、はいはい、こう競技中のちょっとアホみたいな顔だったりとか、はいはい、ちょっとなんか抜けてる写真を撮られてたりすると、はいはい、誰が一番ひどいかみたいな選手権やってそんな話をみんなでしたりもするんです、はい、あ、いいですね、はい、なかなかこれやばいよとか言っていや、わかります、それは、はい、誰しもやりますよ ね、 そんなね、かっこいい瞬間はもちろん、うん、あ、いい写真だなと思うんですけど、はい、こうちょっと抜けている写真っていうのもまた一つこの写真の魅力かなと思いました。ちょっと素の部分が垣間見えるというか、はいはい、そうですね、それってこうなんか普段生活してたら気づかないじゃないですか。確かに、はいはい、その写真の一瞬 0.01 秒だからこそ気づける部分っていうのは、うん、なんか競技と同じだなと思いつつ、確かに、はい、いいですね。そんな写真も今日あるんでしょうかね、はい、さあ、おちさん、準備のほどは大丈夫です、バッチリですか。それでは、先ほどのおちさんのカメラを使って撮影なさったやよみさんの写真をみんなで見ていただきましょう。おちさん、お願いいたします。はい、準備できました。はい、おお、はい、あ、いいですね、表情が。あ、これ伸びててどうですか、モニカさん、これどう？いいですね、この三角筋の盛り上がりがたまらない。いい写真ですね。すごい、この辺りどう？あ、そうですね、そこですね。あ、いい写真、そうですね、いい笑顔ですね、素敵。あ、なんかもういいですね、いいですね。筋肉がすごくしっかりと。お、あ、これやばいですね。どれ？この両手で持った時。あ、スイカを見せてる。あ、すみません、筋肉の話です。あ、ごめんなさい、すみません、失礼いたしました。いつも基本筋肉の話ですから。スイカに気を取られちゃって、ごめんなさい。確かに筋肉がすごい。これちゃんとしっかり出せてますね、筋肉。はい、何の選手かって。すごい、これすごくいいんじゃないですか。コントラストが。うんうんうん、あ、かっこいい、かっこいい、これ。これすごいかっこいいですね。他にもちょっと順番に拝見いたしますね、はいはい、あ、こういうのもいいかもしれない。これも可愛らしい。これは食べてる？ちょっとキスしてみました。キスなんだこれ。はい、いや、いいですね。なんかトレーニング中にキスってちょっとなかなかないですね。スイカを相手に。じゃあ、おちさん、じゃあ1個だけベストショットを選んでいただいて、はい、あ、でも この感じもいいかもしれない。確かにいいですね、うん、ちょっと待ってください、今パッと選んじゃってます。はい、あ、でもやっぱこれ、はい、僕はこれでしょうか。この写真がいいかなと思います。どんなところがいいですかね。なんかちょっとありえなくないですか。確かに、スイカなのにこの筋肉が出ているって普通ちょっと考えられないようなシーンといいますか、うんうんうん、あ、なんかそれが逆に面白いというか。説明がつきませんね。ありがとうございます。撮影していただいた井森さん、ありがとうございました。さあ、みんなでパラアスリートを撮るパラカヌー編、瀬立選手はいかがでしたでしょうか。はい、とっても斬新な企画ですごく楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。瀬立選手にはまた後ほど登場していただきますが、みんなでパラアスリートを撮るパラカヌー編は以上となります。瀬立選手、ありがとうございました。ありがとうございました。では、こちらでお願いします。ではみんなでパラアスリートを撮る、続いてはパラテコンドー編ということで、モデルを務めていただくパラアスリートに登場していただきましょう。パラテコンドーの粟谷健太選手です、どうぞ。
では粟谷選手、自己紹介をお願いします。はい、皆さんアニハセヨ。アニハセヨ。はい、パラテコンドーの粟谷です。よろしくお願いします。お願いします。ではここで競技の見どころや基本情報、選手のことについて知ってもらうこちらのミニコーナー、もっと知りたいパラテコンドー。スピード感あふれる蹴り合いが迫力満点の競技パラテコンドー。試合は1ラウンド2分、計3ラウンドでより多くの点数を取った選手が勝ちとなります。腕や手に障害のある選手が行います。障害の程度によって4つのクラスに分けられます。数字が小さいほど障害が重い選手になります。ちなみに粟谷選手はどんな障害があって、どんなことがきっかけで競技を始められたんですか？はい、私は見た目、こんな感じで両腕がなくて生まれつきです。で、左手が手首から先がなくて、はい、右手はもう少し短くて肘から先がないという障害で、生まれてきました。はいはい、できっかけは東京パラリンピックに出場したいなと思って、パラスポーツを始めたんですけど、はい、その中でテコンドーが東京パラリンピックからの正式競技になって、もともと私サッカーをやっていたので、同じ足で蹴るということで、つながりがあるということで始めました。はい、そうなんですね。パラテコンドーの魅力はどんなところですか？はい、魅力はですね、一番はやっぱりこの、他のパラスポーツに比べて、器具を使わないんですね。例えば車椅子と か、なんか特殊な器具とか、使わないで、もう自分のこの体一つで、相手と戦うというところが、一番迫力があって見どころかなと思います。おちさんから見て粟谷選手の魅力はどんなところでしょうか？はい、この後も、この場所で見せていただけると思うんですけど、なんといっても足技じゃないでしょうか。そうなんですよ。パラテコンドーには数多くの足技があるということなんですが、ここでちょっとこちらをご覧ください。こちらはなんと粟谷選手ご自身がやられている YouTube チャンネル、パラテコチャンネルのページです。粟谷選手、いろんな動画を上げられているんですね。はい、コロナの時に YouTube 始めたんですけど、目的は2つあって、パラテコンドーの普及と、あと障害者がどんな暮らししてるのかなっていうのを発信したくて始めました。先ほども足技の話がありましたけど、我々パラテコチャンネルで粟谷選手が試合映像を流しながら解説をしている映像を見つけましたので、ちょっとその映像を見てみたいと思います。どうぞ。これはカットという技です。足の裏で相手の胴体を蹴っています。2点になります。解説してくださってますね。いいですね、今の絶賛されてますね、自分でね。いいですね。もう一度スローで。相手が右足で攻撃してくる瞬間に半回転して足の裏で相手のボディを蹴っています。これをピッチャギという技で3点になります。これいいですね。連続蹴りでその後ピッチャギドン。これ解説しますと、まず攻撃のダブルを入れていきます。で、連続で蹴っていきます。で、攻撃した後っていうのは必ず相手が攻めてくるので、そこにカウンターのティッチキを入れているという、一連の狙い通りの、攻撃ができました。この後、強一の大技が出ます。ターンです。これです。ダーン。これ解説すると、まず一歩入って、この後一回転して相手を蹴ると。で、これで4点で、この後トラチャギの2点で、もう一度蹴って2点と、この一連の動作で合計8点入れていることになります。すごい。もう一度ご覧ください4点、2点、2点。うわ、すごい。すごい。いや、なんか解説してくださってることでより分かりやすく楽しめますね。ありがとうございます。あと自画自賛してるのもまたいいですね。いや、でも本当にいろんな技があるので、粟谷選手、もしよろしければ蹴りのスピードが分かる練習をまずお願いしてもよろしいでしょうか？はい、普段練習している、ミッドキョルギという、ものをお見せしたいなと思っています。今日は人は蹴らないんですけど、ミッドを使って試合みたいな感じで蹴るというものをお見せしたいと思います。ちなみにカメラマンに注目してほしいポイントみたいなのありますか？はい、テコンドーは、蹴った瞬間のこの足をピーンと伸びた瞬間が一番、テコンドーらしくてかっこいいので、そこを取ってほしいんですが、一瞬なので、見逃さないでほしいなと思います。皆さん気をつけながら取ってください。それでは粟谷選手、準備の方お願いいたします。
ここでですね、お手伝いいただきます吉田正樹さんです。よろしくお願いいたします。それではミッドキョルギを題材に撮影ワークショップをしていきたいと思いますので、まずは A チームの皆さん、ぜひ前の方に出てきてください。 B チームの方はぜひその場から撮影なさってください。このなんか準備してる感じもいいですね。あ、連れてきてください。皆さん、周りの方のに見つからないようにだけお気をつけください。あと床の隙間も気をつけてください。B の方、あ、じゃあこの、あ、取り込みどうしよう。さあ、撮影皆さんなさってください。いや、いいや、いい、大丈夫。はい、あ、どうぞこちらの方いらっしゃられてください。で、ここで、あ、お分かりになりますが、ね、ここがオートフォーカスで、で、ここで連続シャッターが切れるっていう形になります。で、どうぞどうぞ。ではこの辺りで青谷選手、お願いいたします。ください。ズームはここです。止め、写真撮れましたでしょうか。では前に出てきた皆様、一度席の方にお戻りください。いや、すごい迫力でしたね。あたり選手もありがとうございました。さあ、それではですね、次は蹴りの技を題材に撮影ワークショップをお願いいたします。 B チームの方は前の方に出てきてください。A チームの方もぜひその場から撮影してください。で、先ほど A チームの皆さんは先ほど撮った写真を早速インスタグラムにハッシュタグパラドリと書いて、ぜひ投稿してください。さあ、 B チームの方は皆さん準備よろしいでしょうか。では、おちさんお願いいたします。はい、では、お願いします。じゃあ、テコンドーの基本的な蹴り技、このトラチャキの瞬間です。それを蹴ります。で、この伸びた瞬間です。止めますけど、この瞬間です。皆さん、吐きすぎてください。今、シャッターチャンスです。今ですよ。あ、もう一度お願いしてもいいですか、最初から。はい、お願いします。うわー、はや、はい、今です皆さん、今です。大丈夫ですか皆さん。阿波谷さん、次ここの真ん中に来ていただいて、ちょっとポーズとか撮ってもらってもいいですか。はい、はい、じゃあ勝利した時のポーズから、あ、そっちが先で、蹴りの方がいいな、蹴り先の方がいい。あ、横からとかでもいいと思いますよ。横からとかでもいい写真撮れると思います。撮っていただけると、サイドからとかでも、あ、休憩していただいて大丈夫ですからね。プルプル、一回休憩しましょうか。はい、あ、こっちからいいですね、いいですね。どうぞ皆さん、近くから写真撮られてください。皆さん、隙間にだけはお気をつけくださいね。はい、あ、もう一度、足を上げれるだけグッと上げてもらってもいいですか。はい、無茶振りしちゃいましたね。はい、はい、はい、皆さんありがとうございました。では皆さん、席にお戻りください。では吉田さんもありがとうございました。あたり選手、いかがでしたか。あ、ごめん、そうですよね。じゃあちょっと失礼して、いかがでしたでしょうか。 ありがとうございます。蹴った格好で静止するのがなかなかない。そうですよね。はい、姿勢だったので大変でした。はい、ありがとうございます。おじさん、いかがでしょうか、準備の。はい、準備大丈夫です。全部写真をパッパッパッと226枚撮られてます。わ、すごい、ありがとうございます。はい、じゃあ早速、
見ていきましょう。あ、出ましたね。出ましたね。ではお願いします。はい、ちょっと最初から1枚目からちょっと、はい、出させていただいてます。最初の、あ、いいですね、いいですね、作法がかっこいい。うわー、お、この瞬間とかいいんじゃないですか。いいですね、伸びてますよね。あ、この瞬間もいい。あ、なんかもう声が届きそうな。あ、これもかっこいいですね。あ、素敵。なんか僕こういう写真も好きですね。なんか闘争心あふれる感じで、今からどこを狙っていくかっていう。これ連続技ですかね、これは。このあとほら、このまま、あ、見事に捉えられてます。あ、すごい、浮いてる。これいいですね。これ取れないっすね、なかなか。あ、もう粟谷さんが言うなら、まあ、間違いない、間違いなくいい写真だこれ。確かに間違いない、うん。あ、じゃあベストショット、ベストショット、はい、はい、決めていただきまして。はい、どれでしょう。ちょっと今パッパッパッパーと全部見てるんですけど、はいはいはい、おそらくさっきの。わー、でも全部素敵ですね。あ、これもいい。飛んでる瞬間も素敵ですね、うん。さっきのかな。あ、これ回し、わー、あ、これいいかも。これなかなかないですね。わー、かっこいい、うん。あ、僕はこういうのも好き。はい、いやすごい。ちょっと待ってください、今200枚見終わりましたので、あと、はい、20枚見せてください。すぐ終わります。はいはいはい、いやでもどれも素敵な写真です、ね。うん、あ、これも良くないですか。これすごい、飛び蹴りが見事に表現されてますね。うんうんうん、わー、いいですね、うん。わあ、いいですね。なんか見入っちゃいますね。見入っちゃいますね。素晴らしい。もう無言で見ちゃってますけどね。すごい。あ、これとかも。あ、すごい。やっぱ宙に浮いてるのがいいかなと。迷いますね、これは。ちょっと一枚選んじゃいます。はい。この写真、最初の。はい。この写真とかどうですか。いいですね。うん。あ、でもそれもそう。これもいいけど。うわ、本当ずっと見ちゃいますね。ずっと見ちゃいますね。ずっと見ちゃいますね。はい、僕、はい、じゃあ、僕の、はい、渡さんどうですか。じゃあどれが好き。前を失礼いたしまして。お願いします。飛んでるとこだったんですけど。はい。どれだったっけな。ちょっと待ってくださいね。もうちょい前だったかな。飛んでるとこ全部出します。なんか会場の皆さんも、あーってなんか納得してくれたやつがあったと思うんですけど、僕もあれに納得したんですよね。この辺かな、これだったかな、うん、うんうんうん、そうです、さっきのかな。これが一番浮いて宙に、これかこれかなって感じですね。宙に浮いている、いや難しいですね。これかこれかな、全部良くて全部素敵な、うん、もう全部ベスト。これが今から蹴り出す感じなので、はい、こちらの写真、はいはい、とかどうでしょうか。いいです、いいですか。言わしちゃったみたいで、ごめんなさい、すみません。ありがとうございます、はい。では撮影していただいた藤本さん、ありがとうございました。拍手お願いします。そしてね、皆様も撮影してください、ありがとうございました。粟谷選手にはまた後ほど登場していただきますが、みんなでパラアスリートを撮るパラテコンドー編は以上です。粟谷選手ありがとうございました。ではこちらの方にお願いいたします。さあ、ではですね、続いてはこちら。さらにみんなでパラアスリートを撮るということで、これから皆さんにはもう全員まるっとワンチームになっていただき、前に出てきていただいて撮影していただこうと思います。さらにパラアスリートは一組ずつステージに登場し、ステージの3箇所を移動して順に移動していただきますので、それを皆さんでぜひ撮ってください。そしてですね、選手の皆さんは私服で登場します。おじさん、
これは今回どんな感じに撮影していきましょうか。いや、こういうシーンなかなかないですよね。 そうですよね。それもパラアスリートが、うん、そのいくつかの競技に混ざった選手たちが私服でここに一堂に会するってなかなか撮れない。どんなシーンになるのか僕も楽しみです。楽しみですね。では皆さんも選手の皆さんとぜひコミュニケーションを取りながら、こんな写真が撮りたいという思いを持ちながらぜひ撮っていただければと思います。それではですね、早速ご案内していこうと思うんですが、順番に前の方にお越しいただこうと思います。なので、まずはですね、1列目から3列目の方と障害がある方から前方にお越しください。ではご移動お願いします。こちら隙間の方だけは本当に皆さん気をつけてくださいね。はい、で皆さんそれぞれの思い思いのポジショニングを取っていただきまして、無茶取る。で続いてはですね、では4列目5列目の方、前の方にお願いいたします。おちさん、なんかポイントとかこういう風に取ったらいいんじゃないかみたいなのはありますか。はい、ぜひ近くに選手の方が近くにおられたら、もう声とかかけてもらったり、手とか振ってもらえたら目線とかいただけると思うので、はい、ここで目線くださいみたいなのをやってもらえるとまた違う写真が撮れると思います。あとポーズとかも全然、じゃあちょっと一度テストでやってみましょうか。ちょっと一旦私で練習してみましょうか。その方がいいかもしれないですね。あ、じゃあちょっと一瞬これをお願いいたします。はい、はい、小島さんお願いします。ぜひたくさん撮ってください。はい、ここに来ました。はい、いいですね、いいですね。ちょっとポーズ変えてみちゃったりして、手とか振っていただけると多分撮りやすいです。はいはい、手振ってもらえると目線もらえるので、上の方から手振ってもらえると。あ、いいですね、ありがとうございます。はい、ガッツポーズいいですね、ガッツポーズいいですね。はい、右とか左とか向いてもらってもいいですか。はい、あ、そのまま、あ、いい気分ですね。そのまま近づいてもらいましょうか。声とかぐーっと近づいてもらって、広角で撮ったらすごくいいかもしれない。どんどん乗ってきますから、皆さんぜひ声とか出していただくとね、選手の皆さんも撮りやすいと思いますよ。あ、 OK ですね、出ちゃいましたので、じゃあここら辺で失礼いたします。ありがとうございます。ぜひ皆さん、選手の皆さんにもやってみてください。さあさあ皆さん、準備はよろしいでしょうか。それでは行きましょう。まず一組目、車椅子ラグビー橋本選手、中町選手の登場です。ミュージックスタート。あ、形があってかっこいいですね。はい、これそのまままっすぐ進んでください。お願いします。はい、もう少し前に、はい、 OK です。はい、はい、こちらからお声かかりましたので、こちらの皆さんぜひどんどん声をかけて。あ、いいですね、いい声かけですね。はい、ちょっと向き合うような形で、まずじゃあ正面から行きましょうか。正面からじゃあこちらの方向いてもらってもいいですか。はい、はい、次右の方向いてもらってもいいですか。あ、右の方、こっちの方、あ、ごめんなさい、左の方です。こっち向いてもらってもいいですか。はい、なんかポーズとか撮ってもらいましょうか。おー、いいですね。もうどんどん皆さん声かけて。はい、次反対側に向いていただいて、はい、次こちらの方にちょっと近寄ってもらってもいいですか。こちらの方ぐーっと、皆さん広角準備ですよ、広角準備ですよ。はい、で金メダル取った時のポージングお願いします。あ、いいですね。あ、いいですね、今おめでとうございますっていうのすごくいいと思います。どんどんいろんな思いの角度から撮影なさってください。はい、もう少し前の方に出てきていただきましょうか。ぜひ真ん中の方がシャッターチャンスになると思います。撮影のご協力だけお願いいたします。はい、ちょっと次ポーズ。はい、橋本選手と中町選手には移動をお願いいたします。さあ、ありがとうございます。じゃあ続いてのアスリートにご登場いただきましょう。2組目パラカヌー瀬龍選手の登場です。ここでは後ろ向いてもらって、ボールしてなかったか。ああ、私
8時前に真ん中の方にお願いいたします。はい、森田さん、ここ行っていただいてランウェイまっすぐ行っていただけますか。はい、ちょっとポーズちょっとつけてみましょうか。大丈夫、そっから行こう、そっから行こう。じゃあそっからスタートで。橋本選手、中松選手もボールを手にしたので、ぜひそちらも撮影してください。はい、こちらの、ラグビーの2人の選手もここで撮影していただけますので、どんどん皆さん移動しながら思い思いの写真をお撮りください。はい、森田さん、そのまま車椅子を向こうの方に向けていただいて、でちょっと振り返る感じの写真を撮りましょうか。いいですね、皆さん移動しながら撮ってる姿が、はい、こちら右側にはですね、今ラグビーの2人の選手がボールを持ってきていただいたので、こちらもシャッターチャンスになってます。モニカさん、ちょっと近くにぐーっと落ちない感じで、ここでぐーっと、はい、ここでちょっとポーズを、なんかどうぞ、なんか可愛らしいポーズでいこうか。はい、いいですね、素敵な写真。はい、橋本選手、中町選手、そして瀬龍選手は移動をお願いいたします。さあ、続いてのアスリートに登場していただきましょう。3組目、パラテコンドー粟谷選手の登場です。選手、真ん中の方にお願いいたします。もう少し前の方でいいですか。素敵な格好でお越しくださいました。ぜひ皆さん、いろいろ移動しながら撮影なさってください。声かけもどんどんして撮影なさってください。はい、手とか振っていただけると目線もらえると思います。声があると随分と気持ちが乗ってくるので、皆さんぜひ声かけもしてください。この形でちょっとポージングもお願いしちゃっていいですか。ちょっとおかしいかもしれないんですけど、蹴りの姿で。あ、いいですね。これなかなかレアな写真かもしれないですね、はい、すごい。あ、いいですね、いいですね。いいですね、皆さん、いい声かけですね。はい、粟谷さん、ちょっと最後勝利のポーズでいきましょうか。おお、いいですね、いいですね、かっこいい。ムキムキの筋肉を見せていただいてます。いいですね。あ、ドヤ顔でお願いしますってことです。参加者を終えた橋本選手、中町選手は後ろでお休みください。瀬龍選手と粟谷選手は移動の方をお願いいたします。さあさあ、皆さん、まだまだチャンスはありますからね。さあ、どうぞ皆さん。お兄さん、あの手でハートマークとか。あ、かわいい、よし。どうぞ皆さん、近くで撮影されてくださいね。いいですね、スクワットという、粟谷さんに今スクワットというリクエストが出てます。あ、これすごいいいな、これすごいいいかも。あ、いい写真が撮れそうな。橋本選手、中松選手、意外と取られてるので逆にこの瞬間を取るのも面白いかもしれません。もうなんかファッション誌から飛び出てきたような感じですか。渡辺さん、いいですいいです。いいですね。お、乗ってきましたね。では参加賞を終えた瀬龍選手は後ろでお休みください。では渡辺選手、移動の方をお願いいたします。あ、いいですね、皆さんどんどん移動しながら。あ、いいですね。3対1の構図もまたいいですね、これは。おい、青谷さん、青谷さん、びっくりした、びっくり。いいですね。やっちゃった。
素敵な写真皆さん撮れてますでしょうか。阿波谷選手も参加賞を終えました。では最後は全員真ん中にお揃いの方をお願いいたします。皆さん全員を一気に撮るチャンスです。ぜひ移動しながら声かけながら撮影なさってください。皆さんステージの隙間だけは本当に気をつけてください。バナーの方すいません、こちら側ちょっと下げてもらってもいい、気持ち下げて、あ、 OK です。阿波谷さん少しこちらの方に向いて一緒に構えてもらっていいですか。はい、そうですね、ちょっとだけこっちに行っていただいて、で手とか振ってもらえると、はい、これ最後フィナーレです。皆さんも思いの丈を写真に込めてください。前後ぜひ譲り合いながらね、撮影の方をお願いいたします。皆さん悔いのないようにパシャパシャ撮影なさってください。いいですね、はい、右の方向いていただいて、はい、次左の方向いていただきましょうか。ぜひ皆さん声かけもなさいながらやってください。はい、勝利の表情。あ、いいですねあ、いいですね。阿波谷さんすごいね、勝利が伝わってきますね。勝利の表情だったね。はい、皆さんありがとうございました。では参加者の皆さんも後ろ側からゆっくりと席にお戻りください。さあ、ではここからは質問タイムを設けさせていただこうかなと思うんですが、オチさんや選手に質問のある方いらっしゃいましたら、ぜひ挙手の方をお願いいたします。何か質問ある方いらっしゃいますか。あ、ではこちらの手前の方に、じゃあスタッフの方マイクの方をお願いいたします。あの、オチさんにですけども、あの、こういうスポーツのですね、あの、いろんな競技によって、あの、一番かっこいいポーズのシチュエーションっていうのはアングルがあると思うんですけども、そういうのをどうやって見つけて見えるのかなと思ってですね。あ、そうですね、一番撮りたい写真っていうのが、あの、練習とか合宿に行くと、こういうの撮りたい、ああいうの撮りたいっていうのがどんどん増えてくるんですね。なので取材撮影の機会を増やすことによって、それが増えていくといったような感じでしょうか。ありがとうございます。ちなみに、あの、質問してくださった方は、あの、パラスポーツはパラアスリートの方を撮影するのは今回初めてですか。初めてですね。あの、前は、あの、 BTX っていうんですか、あの、別の新しい、あの、オリンピックの競技を撮りに行ったことあるんですけども、はい、あれはこう宙に上がる瞬間にポーズを決めるっていうんで、それを撮るっていうのがあったんですけども、はい、今回の場合は、あの、まあ、ラグビーの場合は、あの、ぶつかる瞬間で、うんうん、あの衝撃の瞬間がどうやってするかなっていうのがポイントかなと思ったり、はい、あの、パドルなんか、あの僕も昔ドラゴンボートやったことあるんですけども、はい、あれは非常にこう力がかかって難しいなと思ったんで、はい、まあ、あの、テコンドーは前空手やってたんでよくわかるんですけど、すごい、はい、いろいろ関心、あの、つながりがあったんですね。そうですね。ありがとうございます。拍手お願いします。ありがとうございます。では他に何か質問ある方いらっしゃいます。あ、ではこちらの手前の女性の方にマイクお願いします。オチさんへ の質問です。うん、一番最初に見せていただいた、あの、神戸の時の陸上 の、うんうん、あの、ドイツの選手のなんですけど、あれは、あの、どれぐらいの距離のところから撮って、例えば望遠とか使ってたら どれぐらい大きい望遠レンズとか使ってたのかなっていうところを知りたいです。はい、ちょうどですね、今僕がいる位置
に僕寝そべって撮ってたと思うんですけど、そこからこの先端部分が砂ぐらいなので、レンズ的には70-200mm っていうレンズを使ってまして、その 200mm いっぱいいっぱいで撮ってたと思います。なので何メートルぐらいだろう、 1-2-3メートルぐらいは離れてたかなと思います、ね、その 200mm のレンズっていうのはあんまり大きいとかじゃないんですか？そんなに大きいレンズではないですね、はい、ありがとうございます。質問してくださった方はパラアスリートを撮影して本日いかがでしたか？はい、あ、なんかあのいつもだと私ちょっとラグビーが好きで車椅子ラグビーを見るんですけど、はい、やっぱ観客席だと離れちゃうので、うん、なかなか迫力あるところが撮れないので、はいはい、今日はあの距離で撮れてすごい良かったと思ってます、はい、よかったです、ありがとうございます、はい、拍手お願いします。では他に質問ある方いらっしゃいました。あ、じゃあ後ろの高校生の方お願いします。車椅子ラグビーの選手のお二人に質問なんですけど、あの車椅子タックルするときって勢いがすごいじゃないですか。そのときって車椅子が壊れたりとかしないんですか？とのことですが、橋本選手いかがですか？はい、そうですね、あの何回もタックルをしていると競技用の車椅子にひびが入ったりとかっていうことはあるんですけれども、まあ、そういうことが、起こってしまった際にはあのメカニックって言って整備士さんがいるので、その人に溶接をしてもらったりとかっていうふうにしています。中松選手はいかがですか？はい、同じ感じです、ありがとうございます。本日パラアスリートの皆さんを撮ってみていかがでしたか？あの思ったより難しくて、うん、勢いがあの思ったよりすごかったのでちょっとびっくりしました。ありがとうございます。ありがとうございます。では他になんか選手の皆さんに質問ある方いらっしゃいますか？あ、じゃあ元気よく手を挙げてくださった真ん中の方。まあスポーツやってる時ってスランプに入ったりとかする時に、うん、あのどういう言葉を自分に言ったり、どういう感じでモチベーションを上げる、モチベーションをあのが落ちないようにするのか聞きたいです。お、じゃあ粟谷選手から質問。あ、瀬立選手ありがとうございます。 ありがとうございます。あ、上腕二頭筋の筋トレになりますね。ありがとうございます。私の場合はあの、まあ、個人競技なので、本当に自分を信じるっていうことを、ずっと言い聞かせて、自分のメンタルとモチベーションを保つようにしてます。俺ならできるっていうふうに信じてやってます、はい、瀬立選手はいかがですか？はい、私もよくスランプ陥りがちなんですけど、スランプはずっと続かないっていう言葉をあの与えてて、まあ、大体私の場合は3日から5日ぐらいであの立ち直ることが多いので、ずっと悩んでることはないんだっていうのを、はい、聞かせてます。お、橋本選手いかがでしょう？はい、そうですね、僕たちはあのチームスポーツなので、まあ、何かうまくいかないことがあったらチームメイトが励ましてくれたりとか、うん、カバーしてくれて、で、まあ、ただその中でも個人的にうまくいかないことがあったら、過去の映像であったりとかいい時の映像を見てモチベーションを上げたり、まあ、あとは何がダメなのか原因を自分で探って、そこから自分自身で考える、もしくは周りからちょっとアドバイスをいただきながらより良くなるために、考えるようにはしています。中松選手いかがでしょう？そうですね、まあ、あんまりスランプっていう感じたことが今までないんですけど、まあでもあんまりまあでもまずは本当にその自分のやってることを本当に心から楽しむってことを普段から意識してやってるので、まあ、その自分のやってることをまず楽しんでやってもらえたらなというふうに思います。ありがとうございます。質問者の方は今回パラアスリートの皆さん撮るの初めてですか？そうですね、初めてで、あの陸上部のマネージャーとしてあの選手の動画とかは撮るんですけど、はいはい、動画と写真ってかなり違うんだなっていうのすごい大きく感じて、うん、動画だとまあ動きの動作とかをしっかり撮られるじゃないですか。でも写真とかってあのフレーム一つ一つに飛んで、あのなんていうかをしっかり飛んなきゃいけないので、うん、何が重要なのかっていうかをもうちょっと意識しなきゃいけないのかなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ質問してくださった方ありがとうございました。
では今回パラアスリートの皆さんイベントに参加してみていかがでしたか。では粟田選手、あ、すみません、瀬立選手、ありがとうございます。左手に変えますか。大丈夫です。偏るかなと思って、はい、ありがとうございます。こんなに脇汗をかいたのは初めてです。はい、でもこんなにたくさんの人に、自分の姿を撮っていただいたのと、あとまあパラテコンドーっていう競技を今日初めて知った方もいると思うので、非常にいい機会を、提供いただいてありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。セリュー先生、お願いします。はい、ちょうど左右差こうなくいい張り感です。私自身もこんな経験することは人生で一度もなかったので、今日とっても想像以上に楽しく、皆さん、なんかさっきあと写真をインスタグラム見せていただいたんですけど、うん、もう早速素晴らしい写真がたくさん上がっていたので、うん、また帰ったらたくさん見ます。あ、本当だ、素敵な写真が皆さんも上げてくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。では下津選手いかがでしたでしょうか。はい、そうですね、試合中確かにカメラを構えている人たちはいるんですけれども、ただその人たちに向けていいプレーをしようとかではなく、プレーしている間に撮られているものが多い中で、今日はもうこんなにカメラに囲まれながら撮られるのが初めてだったので、すごい緊張したんですけれども、なんだろう、すごく楽しかったですし、いろんな方々がこっちに目線くださいとか、このポーズしてくださいって言ってくださって、緊張もほぐれてすごく楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。では中町選手もお願いします。はい、そうですね、皆さんがおっしゃったように、僕もまだまだそのこれだけ多くの方々にカメラを向けられるってことは慣れてなかったので、うん、ちょっと緊張しちゃったんですけど、まあそうですね、まあ、この撮られるっていうことにもアスリートとしっかり慣れていって、まあ、もっといいファンサができるように頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今後期待していきたいですね。ありがとうございます。では最後に大地さん、今回のイベントいかがでしたでしょうか。はい、なんかパラアスリートのファンミーティングっていう感じでなんかめちゃめちゃ楽しかったんですけど、なんか昨日せいじゃないと思うんですけど、後半2部が始まってから、うん、ここのなんか温度がちょっと上がったような気がするんですよね。汗がすごい。なんかおじさんも汗だらだらです。なんかその熱気の中、皆さんと一緒に写真撮影できてとても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。パラアスリートの皆さん、おじさん本当にありがとうございました。以上をもちましてチームビヨンド、もっと近くへパラアスリート写真撮影ワークショップ終了となります。皆さん、お忘れ物のないよう気をつけてお帰りください。本日はありがとうございました。では、選手の皆さん、ありがとうございました。粟田選手、ありがとうございました。瀬立選手、ありがとうございました。橋本選手、中町選手、ありがとうございました。おじさんは、ありがとうございました。パリオリンピックが先に見えてる中で、これからパリに行かれる選手を目の前に、いろんな競技のことを紹介していただいたので、これからこう応援がもっと熱くなるなって感じになりました。で、また気さくに話とかできて、なんかすごいいい会だったなと思いました。競技を見に行った時に客席から遠目では撮ったことがあったんですけど、今回みたいにステージ目の前で迫力あるのは初めてだったので、すごいワクワクしました。あ、お気に入りはですね、そうなんです、結構撮ったんですけど、私はこの写真ですかね。はい、あとはテコンドーの選手、はい、なんか私は iPhone で自分が慣れた形で撮っていったんですけど、やはりこういうのでもかっこよさっていうのは撮れるかなっていうのを、はい、見ました。私は車椅子バスケの鳥海連志選手の大ファンで、いろんなところ行っていつも写真を撮ってます。でもちゃんと習ったことないので、今日は習えたらなと思ってきました。撮りたいものを撮れって言われたんで、いつも鳥海選手かっこいいなって思いながら撮ってるんで、あ、なんか合ってるんだなと思いました。はい、
ね、ラグビーもね撮ったことあるんですけど、今日はなんか照明とかがすごくなんか良かったので、やっぱりね光だなと思いました。お照明がいいんですよ。だから美しくかっこよく撮れますね、照明がいいと。でも今日はパラテコンドーは初めてだったので、ちょっと粟渡さんが面白いし、すごい楽しかったです。みんな女子がわーって言ってますね。パラリンピックの人ってやっぱどうしてもアスリートの方を遠く感じちゃうみたいなところもあるけど、意外と今回参加すると、あ、身近な人なんだなだったりとか、それを見てなんかもっと応援したいなと思ったりとか、あんまりその障害の度合いとかで分けられてるのも知らなかったし、その障害の度合いがすごい重いものでも、なんか例えばセリューさんとか腹筋とか背筋がないのに腕の力だけでボートを漕いだりとかってすごい努力がないといけないものだしっていう意味ですごいなと思いました。僕寝具なんですけど、写真を撮ってる時にあんまり意識しないで撮ってたんですけど、なんかそのセンスの表情とかを見ると、あ、こういう時にこういう風に撮りたいと か、 なんか考えて撮るの大事だなっていう風に思いました。こういう選手の写真とかすごいとかですね、写ってますこれ。